どうも、坂本整体院です。治るというと1回何かすると痛みが半分消え、2回目何かすると痛みが8割消えなど、1回1回に目に見えて効果を実感する、治るっていうのはこういうもんだっていうふうに想像している人っていうのも多いんじゃないでしょうか。ですが、治るっていうのは他にもいろいろあるんですね。で、重症で慢性化している人ほどこういう風には治らないケースが多いですし、いろいろな他の治り方があるっていうことを知らなければいけないんですね。なぜ知らないといけないのかっていうと、これ以外にもいろいろな治り方があるっていうことがわからないと、良くなってもそれに気づかずに体が変化してないと思うようになるからです。自分の体に変化がないって思うと何もする気がなくなります。何もする気がなくなると結果前と同じ行動を取るようになるので、結局治らなくなっていきます。なので治り方にもいろいろあるっていうことを知ってください。で、治り方なんですが、ただ痛みが消えていくだけでなくても、同じような行動をしてもその痛みなくできる時間が伸びていく、こういう風なところから治っていく人もいるんです。例えば歩くとか立つですね、が前は30分ぐらいすると痛くなってたのに1時間ぐらいできるようになった。でもこの痛みの出る強さはあんまり変わらない、こういうような状態ですね。でも時間が伸びてるんですよ。あとはいつも決まった行動をすると絶対3日4日その後ずっと引きずって痛かったのが、次の日起きたりすると意外と楽になってる、このように回復力が上がる、こういうようなところから良くなっていく人もいるんです。こういったケースでも痛みの強さ自体はそこまで変わっていなくても、痛みが出るまでの時間が伸びるとか、痛みが出た後の回復が早くなる、こういったところが変わってくる人、先に変わる人もいるんですよ。さらに生活の動きの中でもこういった変化っていうのが起こります。基本的に膝や股関節にかかる負担の低い動きから痛みっていうのは改善していきやすいです。例えば寝てる時ですね、寝てる時が一番関節に負担がかからないので、こういうところの痛みから消えていく。その後はただ立ってる時の痛みっていうのが消えていく。次は歩く時で、階段でしゃがむとかですね、こういうふうに一個一個痛みが消えていくっていうケースもあります。でも想像するのが、この全部の痛みが徐々に全部こういうふうに一斉に消えていく、こういうふうな想像をする人がいるんですけど、実は一個一個消えていくパターンの方が多いです。まず寝てる時、立ってる時、歩いてる時、こういうふうにですね、消えていくパターンが多いんですよ。このようにただ痛みが出る出ないだけじゃなくて、他にも見るところがあるっていうことを知ってください。そして知って自分の体を観察できるようになってほしいんですね。細かな変化を見つけられる人ほど治りが早いです。特に重症の慢性痛の人は、この細かなところの変化を見つけれる人、見つけられない人で治るスピードが全く変わってきます。重症で慢性化の人ほど痛みの期間が長かったので、もうさっさと治したいって思ってしまうので、自分の体を痛いか痛くないかだけのこの二極化して見てしまいがちなんですけれども、それだと自分の体で良くなろうとしている小さな目を見つけることが全くできなくなるんですよ。なのでその小さな目を見つけて育てる力を身につける、治り方にもいろいろな見方があること、重症で慢性化している人ほど自分の体をいろんな面から観察するっていう癖をつけてください。この動画を見て今日から自分の体、細かいところまで常に変化をチェックするような癖をつけてください。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。